詩人吉野博さんは自分の出身地について随筆、酒田の雪で冬の間ほとんど毎日のようにシベリア風が吹きすさぶ街と記すその様子を雪が降り出すとすぐに吹雪になってほとんど真横に吹きつけてきますとつづる地元では吹雪のことを「吹ぎ」という の日海の方に向かって歩く人は顔も上げられず体をくの字に折り曲げて歩くある朝自身が風を背にして自転車に乗ってうつむいて歩いてくる通勤者の一段の中に入っていくと前輪がとある男性の股の間に入ってしまったにもかかわらずその男性は気づかないまま前に進もうとする ついには互いに顔を見合わせて大笑いになった風雪をまともに浴び前を全く見ていなかったのである随筆は街角での不義にまつわるハプニングを顧みるそんな厳しい天候が今朝も続いているだろうか冬型の気圧配置の影響で県内は今日にかけて 猛吹雪大雪となる見通しで交通への影響が懸念される19日には宮城県大崎市の東北自動車道でホワイトアウトによる多重事故が発生した不要不急の外出は極力控えたいがお出かけの檻はくれぐれも安全確認を怠りなく